パウンド・フォー・パウンド、それは格闘技において全ての選手の体重が同じと仮定して一番強い選手を考える思考法として用いられる格闘技人口が世界最大のスポーツ、ボクシング。本日はそんな世界最大の格闘技ボクシングのパウンド・フォー・パウンドランキングトップ10に君臨するファイターたちの KO シーンをまとめていきます。ぜひ最後までご覧いただき、パウンド・フォー・パウンド1位に君臨するカネロ・アルバレス選手の衝撃の KO シーンをご覧ください。第10位、井岡一人選手、カウンターの左フックで KO 勝ちを収めます。見ていきましょう。右に据えているものは変わりません。第9位、ジョシュ・テイラー選手、強烈な左フックが炸裂します。見ていきましょう。第8位、ファン・フランシスコ・エストラーダ選手、細かいパンチでダメージを蓄積させ相手を倒していきます。見ていきましょう。第7位、ワシル・ロマチェンコ選手、素晴らしいコンビネーションから悶絶ボディーブローが炸裂します。見ていきましょう。まだありますよ、カウンターのチャンス。ボディロマチェンコもやっぱりこうだんだんだ。ロマチェンコも相手も汗で跳んでます。ダウンか、ダウンです。聞いた、腰が砕けます。第6位、テオフィモ・ロペス選手、衝撃の KO パンチが炸裂します。見ていきましょう。第5位、ベロール・スペンス・ジュニア選手、衝撃の左フックが炸裂します。見ていきましょう。第4位、アレクサンドル・ウシク選手、悶絶の左ボディストレートが炸裂します。第3位、テレンス・クロフォード選手、衝撃のカウンター左ボディーブローが炸裂します。見ていきましょう。名だたるファイターを差し置いて2位に君臨するのが日本の規格外モンスター井上尚弥選手。世界を激震させたスーパーチャンピオンへの右ストレート、見ていきましょう。そうですね、まだ第1位、サウル・カネロ・アルバレス選手、世界を激震させたパウンド・フォー・パウンド1位に君臨するカネロ選手の右ストレート、スローで見ていきましょう。Very reminiscent